本格的なスタジオだね。ええ、音楽面でも充実してるわね。ようこそ僕の城に。ルミナさん、別室からスピーカー越しにて失礼。バーチャルシンガーだからね。あれ、宇宙にいるんじゃなかったっけ。はやて、あそこの扉見てみて。絶対入るなって書いてあるね。ルミナはあの奥で。ちょっと中の人を詮索するのはヤバだってば。そろそろ配信始めるぞ。お二人もスタンバイしてくれよな。もう？告知もバッチリしておいたから、今日はかなりの人が見てくれるはずだぞ。ワクワクだな。ココア、緊張してる？え？唇噛んでる。あ、ステージで競うのは慣れたけど、他人と共演するのはね。私もいるよ。ハヤテだけならいいけど。うん、でも決めたでしょ。こうやって他の人とコラボすることで、今まで私たちのことを知らなかった層にもココアの曲を届けるって。うん。ほっぺすごく熱くなってる。冷たわね。やめてよ、こんな時に。こんな時だからだよ。少しは緊張ほぐれた？まあ、多少は。大丈夫、ココアはいつだって最高だよ。どんな場所だってココアの曲は心に届く。ありがとう。でも忘れないで、こんな緊張しいの私がステージに立てるのは、ハヤテが隣にいてくれるからよ。イチャイチャ中すまんが、そろそろ始めていいか？どうぞ。聞いてたのね。やあやあ、コンルミコンルミ、銀河に輝く一等星、宇宙アイドル一星ルミナだ。今日はスペシャルな配信、あのハヤココとのコラボ会だぞ。今回は二人の曲をたっぷり歌わせてもらうぞ。鼓膜が破れるまでお付き合い願う。というわけで、この前聞いた新曲、ここはハヤテよ。どうかな、ちゃんと歌えてたか？よ、ココアの曲に新しい世界を与えてくれたね。ええ、正直感服いたしました。ありがとう。も、宇宙一のバーチャルシンガーたる僕には当然だが、私たち二人の世界なのにこんなにうまく歌い上げられるなんて悔しい。そうそう、実はここでもう一人スペシャルゲストがいるんだ。もう一人？僕、ハヤココと同じくらいお気に入りの人がいてな。どなた？さあ入ってきな。スペシャルゲストはこの人。どうも、貝原みちるですぞ。皆さんこんばんは。貝原みちる、お招きありがとうなのだ。ルミナ師匠、デビューから配信ずっと見ていて尊敬しているのだ。第一みちる体操も歌ってくれて嬉しかったのだ。師匠とは面白いな。何も教えてないが僕は嬉しいぞ。そしてハヤココのお二人、我がライバル、また会ったのだ。指相撲の DJ の。視聴者のお前らにも説明しよう。ミチルは先々週の、ハヤココは先週の若手 DJ イベントのそれぞれ1位、つまりは最強のゲストってことだな。そして僕は言うまでもなく宇宙一のバーチャルシンガーだ。何が言いたいかわかるな？全然わからない。ミチル、ココア、ハヤテ、そして僕、この4人でユニットを組んだら最強ってことだな。え、この4人でユニット聞いてないの？
だ。あ？ああ、ごめん。ココアはちょっと体調が良くないみたいで、返事はまた今度に。いいの、ハヤテ。ごまかさなくて大丈夫。今ここでお断りするから。貝原みちると組むなんて、死んでも嫌！うわ！ふーむ。僕の計算では、この組み合わせは間違いなく最強なんだが、断る理由などあるか？とにかく、お断りします。まあね！カタクナ！さすがに、ショックですぞー！